力を進めていきます。まずですね、福岡県と福岡市のですね、交通事故の発生状況ですけれども、福岡市、県の発生状況、ご覧の通りですね、発生件数が 43,678 件、死者が145人、負傷者が 57,755 人ということでですね、死者数だけは減少してますけれども、発生件数、傷者についてはですね、若干増えておりますですね、この発生件数につきましてはですね、全国でワースト3位に入っています。死者数についてはワースト11ということですね。から、福岡市、これの発生件数ですけれども、発生件数が 12,643 人、それから死者数が28人、傷者数は 15,825 人ということで、これも県の状況と一緒でですね、死者数は減っておりますけれども、発生件数については増えているということで、予断を許さないような状況ということになります。その中でですね、自転車、これの交通事故の発生件数ですけれども、福岡県の場合はですね、先ほどのうちの発生件数が6817件ということでですね、全事故の 15.6%、福岡市の場合はですね、2952件、これにつきましては一応減少はしているもののですね、福岡市の全事故の中のですね、23.3%、約4分の1ですね、県全体の 15.6% と比べるとですね、非常に高い数字、まあ、全体の約4分の1を占めるという状況で、自転車事故は多発しているということが分かると思います。これもですね、福岡市が条例とか作った理由なんですけれども、平成10年以降ですね、毎年年間3000件以上発生しました。昨年はですね、十何年ぶりにですね、そういう条例とか作って、指導の効果から、3000件を初めて割ったような状況です。先ほど DVD にも出ましたけれども、自転車は車両か歩行者かというとは、もう答えが先ほど出ました、これ、軽車両ということでですね、車両の方になります。まあ、自動車、バイク、と一緒の並びということですね。公車ではないということですね。まあ、軽車両にはですね、自転車、牛馬、リアカー、犬馬、犬そりというのが、並べております。ただ、この自転車というものはですね、法律上ですね、よく出てくるのは普通自転車という言葉がよく出てきます。普通自転車と普通自転車以外の自転車という捉え方でですね、普通自転車というのはですね、まあ、皆さんが一般に乗られているですね、まあ、長さとか幅、こういうのが制限、基準に合っている自転車ですね。普通自転車以外の自転車というのは2人乗りの自転車とかですね、荷物や、を運ぶために後ろとか横にですね、はみ出ている自転車、こういうのは、普通自転車とは言いません。なんで普通自転車が出てくるかといいますとですね、歩道通行を突破する場合にはですね、この条文の中には普通自転車は、通行可能という表示がある場合には通行していいですよという形になっています。ですから普通自転車でないものはですね、歩道通行課が出ていても通行できないという形になります。まあ、皆さん普通乗られるのはほとんどないと思いますけどですね、そういうことで普通自転車という捉え方でやっております。ただ、自転車の通行区分ということで、お話しします。まあ、先ほども出ましたけれども、自転車は車道が原則で、歩道は例外ですね。それに路側帯というのもありますけど、これも例外です。ただ、歩道を通行できる方がですね、例外、蚊の標識があるときとか、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、車道の車道交通の状況から守れないという例外がありますけれども、これの部分は分かると思いますけれども、車道がある場合には車道の左側ですね、通行からなければ当然左が多いと、そして例外として路側帯と歩道通行ができるということですね。まあ、路側帯も車道にはなりますけれども、路側帯が、車道に設けられた場合には、路側帯を通行することができるということですね。この部分ですね。
ただしですね、路側帯を通行する場合に、昨年の12月にですね、法改正がありましてですね、今までは路側帯があった場合には両方から通行できました。両方にまず、こういうふうに通行帯があれば路側帯があればですね、両方から通行できてましたけれども、事故防止のためですね、路側帯を走る場合は左側の路側帯、進行方向に向かって左側、 こちらの路側帯しか通行できないというふうに、去年の12月からですね、ルールが変わっております。この写真で見ますとですね、左が路側帯ではないというところが書いてありますけれども、これ幅が狭いですね。通常路側帯というのはですね、もともと設けられているのはですね、歩行者が通行するため、もしくは車道の行為を保つためということで、 ある程度幅を取ってありますですね。この画面に行きますと、左側は歩道がありますですね。ですから、歩道の部分、もしここが自転車通行かということであれば、左側の方は自転車も通れているという。右側の路側帯、これについてはですね、歩行者がまず優先ですね。その後、自転車も通行できますけれども、この場合、向こうの車から、車が来ている方ですね、左方向からしか通行できないと。こちらの手前の方から向かって、 はこの路側帯は自転車は通行できないという形になりますですね。今までは両方から良かったんですけど、去年の12月からは進行方向、左側しか行けないという形になっています。路側帯の種類ですけれども、先ほどから出ていますけれども、一般の路側帯、実線の1本ですね、この場合、それから実線と破線の中継車禁止路側帯というのがあります。 これについても通行は可能です。これはですね、中洲地区に多く見られるということですね、この数字ですね。それから、実線の日本の歩行者用路側帯、もうこれは通行はできません。ですから、その日本の実線の右側の車道を通行するという形になります。これにつきましてはですね、献花3カ所しかないということでですね、中央署管内の平和5丁目、博多署管内の博多駅正面ですか、 駅前公園近く、それには赤松署管内、もう3カ所だけしか、見解が今ないということですね。それから、先ほど言いました、これは、例外になるわけですね、歩道通行もですね。通知電車が歩道を通行できる場合、この3つですね、1つが、道路標識、標識で標示によって歩道通行かとされているとき、その標示が通行確認標識でなくても、 児童、幼児、70歳以上の方、車両、車道通行に支障がある身体障害がある方、この方は、まあ、常時、歩道を通行できるという形ですね。児童というのは、13歳ですね、未満ですね、6歳以上13歳未満、幼児というのは6歳未満の方ですね。から3つ目が、車道または交通の状況に照らして通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められると。 ようになります。これは、この回答によっても道路工事とかでですね、通行を妨げると、左側通行も通行するようになるということですね。それから歩道を通行する場合にですね、普通自転車の通行指定部分ということが、もう指定してある場合ですね、こういう場合には、こちらの方を通られてはならないということで、正しい歩行者の通行を妨げることになる場合は一時停止しなければならない。という形で、あくまでも歩行者優先になります。こういう状況で分かれている場合は、そちらの方を通っていただきますね。それから、この指定がない、普通自転車の通行指定がない部分、一般的にこちらが多いんですけれども、この場合は車道よりですね、車道よりを通行という形になります。この歩道の車道よりを通行する。 次に、交差点の通行方法ですけれども、自転車横断帯という表示がある場合ですね、この場合は、自転車横断帯を進行します。これは、自転車横断帯を進行しなければならないとなっていますからですね、こちらの方を必ず進行してください。
この標識や表示があるわけですね。次にですね、歩行者、自転車専用信号機、これがある場合ですね、この場合も、歩行者専用、自転車専用信号機に従って通行するという形になりますので、こちら側を進行しますですね。で、次に信号機のある交差点で、自転車横断帯がない場合ですね、この場合、車道を進行している自転車、下から出てきますけれども、この自転車は、車両用の信号ですね、自転車をこのようにまっすぐ、車道を進行しているということですね。そしてこれは二段階右折になりますので、この角まで行って、そして今度は右折する場合ですから、右折する場合が、こっちの信号が青になってから進むという形ですね。ただ矢印の信号とかがついているところはですね、その矢印の信号に、自転車は従ってはいけませんので、車とかバイクとかはできますけれども、自転車は、その右折屋に信号、従って進行できませんので、二段階右折をするということですね。ただ自転車横断帯がない、信号機のない交差点ですね、自転車横断帯も信号機もない交差点、これについてはですね、後方の安全を確かめ、早めに移設の合図を行い、できるだけ道路を左折されるって交差点の向こう側でまっすぐ進み、自分の速度を落として回る。大きな交差点はほとんど信号がついてますので、ですね、こういう信号の横断するところは少ないかと思いますけれども、田舎の方ですね、そういうところでは信号機もない交差点、横断帯もない交差点ですね、こういうところはこういう進み方をします。今、この、市役所の周り、中央署管内とか多いんですけれども、歩車分離式信号機ですね、これがよく見られますけれども、これが今の県下でですね、274箇所今今年の2月から3月現在ですか、設置されているということです。その中でも特に福岡地区が176ということでですね、福岡地区が、6割以上ですね、そして福岡地区の中でも176のうち福岡市内、これが140箇所、こういう歩車分離式信号機交差点というのが作られております。ただ皆さん注意してもらいたいのはですね、歩車分離信号の中でもですね、スクランブル、こういう交差点ですね、この市役所の周りにありますけれども、こちらのスクランブルで斜めに横断歩道が入っている部分と、入ってない部分があります。どちらかといいますとですね、横断歩道があれば横断歩道を取らなきゃいけないわけですね。ですからこちらの場合には斜め横断はダメですね。そこの三越の前とか長いところよく斜め横断をしてありますね。この写真の右側ですか、こちらの部分とかスクランブルにはなってません。ですから斜め横断はダメということですね。こちらの場合は斜め横断してもいいという形になりますので、その違いがありますので、次にですね、これは法的ルールで、電車に乗る方の義務ということでですね、酒気帯び、いろんな自転車に対してもですね、縛りがかかっております。まず一番、大きなのはですね、酒気帯び運転の禁止、自転車もですね、車両ですのでですね、条文ではですね、何人も酒気帯びてですね、車両等を運転してはいけないという形になっています。自転車も車両等ですので、運転していません。でここはですね、これの頭のところに何人もとなっています。ですから免許を持っている持っていない関係ないですね、自転車に乗る方はという、普通は自動車は車両を運転する方とか自転車はとかいう条文で入ってますけども、この条文だけは何人もとなってますのでですね、免許を持っている持っていない関係ないです。ですから、免許を持っているのと、当然、自転車は免許いらないからですね、運転してありますけれども、これもですね、酒に酔った状態で運転した場合はですね、5年以下の懲役、100万円以下の罰金という形でですね、大きな処罰の対象になりますですね。
に安全運転の義務ですね。これはもう道路を通行する場合に他人に危害を負わせないような安全と安全な速度と方向で進行する。次も夜間全焼と大雪等々の転倒ということで、まあ、自転車田舎の方で特にライトをつけていないともう危ないですね。もう見えないようにですね、必ずつけて走られているんですね。それから二人乗りの禁止ですね。それと禁止の禁止、先ほどテレビでだいぶ禁止の図柄があれが出てましたけどですね、福岡県内にはですね、この禁止化という標識ですね、これがあるところはありませんから、県内で禁止できるような場所はありません。ですから、現在のところ禁止化の場所はありませんので、禁止がもう禁止ですね。次が、児童幼児ヘルメットの着用ですね。まあ、これは罰則はないんですけどですね、先ほどもテレビの DVD でありました通りですね、子供さん、まあ、大人もですけども、一番、頭、頭部ですね、これが致死率が高いという形でですね、ヘルメットをかぶってもらうようにお願いします。その他にですね、道交法じゃなくて最速でですね、決められている公安委員会が決めた分でですね、ベルの備え付け、傘差し等運転の禁止ですね。当然これは不安定で危ないということでですね、やめてもらいたいと思います。それから、携帯電話、これを通話しながらの運転、それから電話等に表示された画像ですね、これを見ながらの運転、からヘッドホン、これをしながらの運転ということでですね、これはですね、24年の5月に、新たに最速でですね、指定されたものです。やっぱりこういうのが携帯電話等でですね、増えたということでですね、まあ、法律もですね、次々と新しくですね、毎年何かが変わってます。と、まあ、一方通行路はよくありますけれども、まあ、この表示で見ますと、一方通行、これは当然、自転車も車両ですからですね、通行もできます。この場合は、車両ですので、ですね、一方通行、左側しか通行できないという形になりますですね。車と一緒ですね、反対側から通行できない。ただしですね、補助標識でこの一方通行の標識の下にですね、停車場を除くというものがあればですね、これは通行しても構わないという形で、この停車場という補助標識、これはついているところとついていないところでは通行方法が違うという形になります。それから先ほどもお話ししましたけれども、路側帯の通行方法ですね、これが下の分ですけれども、これが25年の12月に改正になりましたけれども、その上にもう一つですね、自転車の制動装置にかかる検査、これについてですね、ブレーキの不良不備に対する自転車に対しては警察官が、応急措置を命ずることができると、検査拒否した場合には5万円以下の罰金という形で、このこれと路側帯と一緒にです、これ改正されております。まあ、数日前、1週間ぐらい前の新聞ですかね、これを埼玉県警が検挙しています。というのが、まあ、ブレーキが効かないような状態というのが、まあ、よく見えたのかどうかあれなんですけども、まあ、停止を命じたのにですね、従わなかったということでですね、この検査拒否と制動装置の整備不良ということで、書類送検されております。ですからこれも新しい、条文ですけれども、まあ、そういう車に乗って、自転車に乗ったりはですね、検挙される恐れがあるという形になります。それから、一応、全体的な流れはこれなんですけれども、あとはもう皆さんご存知と思いますけれどもですね、福岡市は自転車の安全事故に関する条例というのはですね、こういう自転車事故が多いということでですね、去年の4月1日に、施行されております。まあ、この内容はですね、今までのお話の中であったようにですね、ヘルメットをかぶせましょうとかですね、保険に加入するようにしましょうというような形でですね、まあ、この市が住みやすい町になるようにですね、条例が施行されております。特にですね、この10
ということでですね、整備点検を受けたときに、なんということでですね、整備点検を受けたときにですね、例えばブレーキが故障しているとか、ライトがつかないということであればですね、そこの修理代は別途取られます。
ですからそれプラスこの保険代という形で500円から2000円の間で保険が加入されている形になります。ただこれをやっているところはですね、この自転車安全整備券というところですね、まあ、これはインターネットとかで見られればですね、整備券結構ありますのでですね、ぜひここは確認してこれに限らずですね、保険に加入されるようにお願いします。最後になりますけどですね、先ほどの自転車利用条例の他にもですね、自転車福岡市主任条例というのをですね、作っております。ですから自転車の放置とかですね、されないでですね、必ず指定された場所にですね、止めていただいてですね、住む街になるようにですね、よろしくお願いします。皆さんにはですね、文明を守って笑顔のサイクルというこういう資料を配っておりますのでですね、帰られたらですね、家族の方と見ていただいてですね、この話を参考にしていただいてですね、ぜひ、それともう一つ最後ですけれども、今月のですね、7月10日から19日、夏の防災安全運動が実施されます。もう重点は毎年同じようなあれですけれども、飲酒運転の撲滅、子どもと高齢者の交通事故防止、自転車の安全運動の促進というような形になっています。夏の防災安全運動中ですね、特に事故を起こさないようにですね、会わないように十分安全運動でお願いします。話は以上で終わらせて